昨夜は誰も死にませんでした。うん。4番のプレイヤーは発言してください。さいはい、特に死をないです。えー、っと、進行論。うん、進行論。なんだろうな。私結構、うん、えーっと、じゃあ自分の自己紹介的な感じで、私あんま結構決め打ちするタイプです。決め打ちしちゃうんでもし。 初日に、まあ、占いが二人とか、霊能二人とか出てる場合でも、もし、えー、占いが、すごい新芽がある、で、すごい新芽がない、が、二人二人とか、一、えー、人ずつだった場合って、うん、正直、あの、占いに狼が出てる場合を予想したとき、うん、だいたい狂人が占いで、霊出ると思ってるんで、うん、えっ、ー、と、その場合って、グレーズ目でもいいかなと思ってるぐらい、えー、結構決め打ちしちゃうタイプです。 うん、ぐらいかな。も、ま、う、あ、分かんなかったら、例のローラーしてもいいのかなと思うけど、ローラーじゃなくても、まあ、決め打ちでもいいけど、うん、そういう感じです。私は以上です。はーい。はださい。はい。おはようございます。お願いします。占い師でした。9番さんが白です。9番さんが白。が白グレーが4番さんのみですね。あ人だ <laughs> 4番さんの印象としては、かなり強気な人だなっていう感じですね。決め打ちをする。 じゃあもし対抗が出たら僕を決め打ってほしいなと思っていますねはい、まあ、4番さん2周目次第ですかね、うん、特に印象の良し悪しはなかったですね色も落ちていないです僕からの進行論としては全陣外が露出しない限りリドは出てほしいかなと思っています僕目線の占い位置というのを定めたいので仮度を占いたくないということですねリド出てほしいそれぐらいですねはい9番さんが白以上です 6番のプレイヤーは発言してください。はい,はいえおはようございますえ。まず4番さん、5番さんから話していきましょうか。そし4番さんに関しては決め打ちっていう発言あったと思うんですけど、僕もそれは、はい、別に賛成派なんで、全然いいと思ってます。だけど、4番さんが村か、えーまあ、人外か知らないですけど、うん、まあ村なら、えーっとね、しっかりその4つ、基本的には縄があると思うんですけど、そういう計算をしっかりやっていただきたいなっていうだけ、僕から発言させていただきます、うん、4番さんに向けて。 うん。えー、っと、そうですね。まあ、5番さんに関しては、その4番さんに対して、まあ、決め打ってほしい。自分は決め打ってほしいという意見に対してはすごく、うん、うん、ちょっと新名はあるかなって感じましたぐらいかな。うん。まだね、まあ、1人しか出てないんで。まあ、2人、3人、正直わからんけど、うん。まあ、1目はこんな感じですね。うん。1目は正直ね、占い師、での出て、うん。場面見るのが一番だと思ってますので、よくわかんないですね。まだ、以上です。7番。 のプレイヤーは発言してくださいはい私霊能者です私霊能者霊能者です霊能者ねで5番さんが占い師でキューバーさんに知らなし伯ですまず4番さんに関して4番さんは決め打ちをするうんとってもいいことだと思います決め打ち進行私も嫌いじゃありませんが占い師にえー、っとなんだっけ占い師にえー、っと偽物が一人 霊能者に偽物が明らかな偽物が一人いた場合はグレーを詰めるという話はちょっと納得がいきませんでした。それであれば、まあ占い師を釣るという選択はなしだと思いますので、それであれば、もう霊能を決め打ちしちゃっていいんじゃないですかその理論で言うと。まあ次の日に決め打ちをするという発言かもしれませんが、それで言えば霊能から決め打ちしちゃってもいいんじゃないかなと思いました。そこが気になりました。もしかしたら、 そうだな。もしかしたら、えー、っと、うーん、も、どうなんだろう。えー、っと、ってなると、もしかしたら、4番さんが狼だと仮定すると、仲間の狼に霊能に出てくれと、えー、夜話した可能性が若干あるかなと思いましたね。だから、えー、っと、それで、えー、っと、狂人、 が、占い師に出て、狼が霊能者に出る。だから、なんていうかな、霊能者の決め打ちを安易にできないからグレー詰めという話が出たのかなと思いましたが、まあ、その程度です。6番さんに関しては、まあ、その指摘をちょっとしてほしかったかなっていうところもありますが、まあ、話してた内容は悪くないかと思いました。5番さんに関しても狩り言うと出てほしい。うん、私が占い師だったとしても、 八てて、ねね、番のプレイヤーは発言してください。さい僕が例のです。例のです。えー、っとね、7番さん今日つってほしいんだけど、46の精査についてはまだ正直わかんない。ただあ、ね、7番さん人外なんだけど、7番さんと意見合っちゃうのが、その4番さんの意見が合うっていうかね、4番さんのその気に打ちっていうのは、 キムち発言は別にいいと思うんだけど、そのグレズリーっていうのはなんか気持ってなくないって純粋に思った。でもそれが白か黒かについては正直わかんない。二周目次第。うん、6番さんはなん、なんだろう、俺バカだからだと思うんだけど、ちょっといまいち何言ってるのかわかんなかったんだよねっていうところ。で、5番さんが今9番さんに白を出してるんだけど、五番さん、まあ、僕は占い師はパッションだと思ってます。その5番さんの4番さんにキム、えー、ち発言あったから僕に気持ってくれっていうのは、そこだけは6番さんも 感じあの同調できたかななんかちょっと新感情に見えたんだけどもうちょっとねなんかパッション出してほしいなって純粋に思ったうんなんかこう淡々と話してるなってイメージ今日は7番さんズリーがありません以上です9番のプレイヤーは発言してください <laughs> はいおはようございます5番さん白です僕らないしですということで、えー、<ご>59新強が確定したということで78に人狼が出てます。 まあ別にどっちでもいいかなっていうところ。今のところ7-8の発言からどちらが来るかというのは精査できてない。ただここをローラーすれば確実に一人狼を釣れるというところ。で、7-8どっちも4に対して平等を向けてるところ、4は村かなと思ってます。以上。1番のプレイヤーは発言してください。さいええ流れやな。ええー、流れ。ええー、流れやな、これ。 うーん。5番39番、左心鏡。78が4叩き。4番白、濃厚。78人狼、相方、236。これ、ええー、流れやな。うーん。ああ、そうだなー。狩人出ちゃっていいんじゃないうん。私はスムラでございます。うん、狩人出て、グレー詰めてもええんやない 4番さんの言ってたように、まあ、決め打ちとは少し違うけれども、だって4番さんはもうほぼ白濃厚だったでしょ俺、えー、でも0、ラの方がいいんじゃないですか,確実にかで ?7、8の相方が2、3、6あ。まあでも俺も含めたら1、2、3、6になるんか。そうか。じゃあ微妙な感じか。 俺含めなかったらグレー攻めたかったけどな。あそっか、9番さんとか5番さん目線やったら、1、2、グレー4人なんだな。じゃあ、例の詰めか。そっか。7、8ね。うーん、まあ、8の方が若干新名高いかな、個人的には。うーん、なんでかっていうと、まあ、対抗の7番さんに意見が似てるところは同じというふうに素直に言ってたところが好印象。 <laughs> まあ7番さんが偽名あるかって言われたらそなんなわけではないんだけど、まあ、その方が印象ちょっと良かったかなって感じで、現状は7の方を少し偽で見ております。うん。67があるかどうかはまだ分かりません。ただ6番さんもね、7番さんがしっかり突っ込んでたんだよね。6番さんの発言に関しては。だから7人狼やったら2、3人いるんやないかな。そんな気がするで 2番のプレイヤーは発言してください。さい俺は1番さんと全く真逆の意見だわ、これ。8番さんさ、慌てすぎ。そんな慌てるな。うん。占いはパッションが1番。こう、うん、それは間違ってると思う。考察と占い結果が一番大事だゃ占い師は。うん、うん、意味がわからない。それを、真で見て、7を2攻めで見た1番さん。 で、号泣が新居確定の盤面だよ。7、8詰めるべきだよ。グレー詰めるって意味がわからないよ、一番さん、うん,うん。自分で気づいてたけどね。うん、俺8狼で1位。も一番は8が狼だってわかってるからは、8新って言ったのかもしれない。俺はそう見えてる。グレー詰める盤面って意味がわかんないからね。新居占いし確定してんのにさ、なんでここ霊能行かないのと思った。普通に8番から行きたい。 一番がわけわかんないから、八番、八番の二戦目の方が、俺の中では、一周目は高い。以上。三番のプレイヤーは発言してくれい。人の占い師です。八番んで白が出ております。ここをすごい、ちゃんと把握しておいてください。僕視点五9と対抗が、あ、カリりすらか。はい、わかりました。ということで、そうなってくると、はい、えっ、ー、と、八番三カリウッド確定、そうすると七番ん狂人確定。 あ、今日じゃあ7番さん例の確定です。そしたら、占いローラーから行ってくってください。え,えレ、レースラってことでそうしたら、まあ、ますいません。そうしたら、じゃあ、7、えっ、ー、と、例のから、えー、例のから行ってください。僕視身、だから5番さんが人外で、えっ、ー、と、8番さん狩猟度確定、7、9、どちらかに例の片方が人外。 という感じになっております。で、まあ、一、僕してその2番さんが1番さんを叩いてるんですが、売れなかっただったら1番さんが白っぽく見えました。僕は僕しては8番さんの白が見えていたので。 この1番さんが8番さんを白っぽいっていう意見は、僕視点からは白く見える。気になるとしたら、4番さんをグレーの位置から省いてたことはだけなんですけど、まあ、それは多分勘違いなのかなっていう感じ。で他の人が4番さんに対してヘイトを向け,た向けていたと思うんですけど、4番さんは決め打ち進行でもし偽が多い場合、グレーを詰めたいって発言がありました。それって自分もグレー位置に入るので、うん、人外だったらそういう発言はしないんじゃないのかなっていうので、2番目に4番さんが白っぽいのかなって、グレージならっていう印象です。なので、グレージで、えー、 怪しいとしたら26。まあ、2番さんの方がちょっと怪しいかなという感じです。僕,えー、僕しては8番さん白間カリルドですね。で、5番さんが人外78のどちらかに例の、もしくは例能と人外今日はこの流れだったら例のから詰めるのかなという感じになっていますので、えー、例の者の発言をよく聞いていきたいと思います。ですが9番さんがスライドということで、 うーん、その、なんて言うんですかね。占いを出たい。占僕は死ぬ占いのやつですが、占い出たことから、キューバーさんがやっぱ人うっぽいし。4番のプレイヤーは、発言してください。しさい難しいな。キューバさんが、うーん、どうなんだろう。キューバーさんの動きが、どういうあれで占いで、だって7番、8番で例の,例の例ので出てて、で、そこを占いに行って、 9番さんって多分。そこまではムラリある行動だよね確実に。ってなると7番さんの方が偽なのかなって思うんだけどただ失敗しちゃってんだよね3番さんが出ちゃってるから。だから難しいな <laughs> って思ってる。んーでえっとねただ7番さんの発言も。 私、すごい考えてるなと思ってるんだよ、7番さんって。私、でもね、その、なんだろう、グレー爪おかしくないって言ったけど、占いにオオカミが出てる場合。で、えっ、ー、と、シンかローが、もう、こいつ絶対オオカミだろうみたいな場合。だからさっきの番、あまあ、あいや、めんどくさいな。その場合のグレー詰めっていう話だったから、確かにその7番さんが言う、 なんだろう。まあまあ、学ばさんが言うには、じゃあ番さんが狼、あ、違う、八じゃない、誰だ、九番が狼で、私が狼で出ろって言ったんじゃないかっていう、何えー、っと、あれ、考察自体は、すごい考えてるなと思ったんだよね。うーん、占いも、 所持3番さんの話あんまり聞いてなくて、9番さんの利があった行為なのかどうかをめちゃめちゃ考えてた。だからちょっと,とりあえず占いはまだ置いとこうかなと思ってて、今日でカリウドは必ず、新芽のある占いを守ってほしいと思ってる。グレー噛まれたらそれはそれでラッキーだから。新のあるい,ないん今んところ、5番のプレイヤーは発言してください。 そうですね9番さんに白が刺さってるのでグレーに白が刺さっていたのであれば僕はグレー詰めをしたかったと思っています僕はさんまさんを狼で見ていますねさんまさんが強人で9号が出ている中で9号進路が見えてますよね3番さん目線っていうのはさんまさんがもし強人ならばねそこで三四四に出るとは思えないので3番さんはローだと思っています 例のロラなら僕は7番さんから行きたいですね。僕は9白が見えて3番さ,さん占いって言ってた。まあ9つったところであって強人なんですよね。9番さんが真だろうと強人だろうと7番さんが白が出れば僕目線っていうのは7九が真拠固定されるので、まあ、そっちの方が僕目線としてはやりやすいですね。す <laughs> グレーに関しては1番さんが黒く見えたかな。2番さんが白く見えてますね。1番さんに 関しては、えー、95が占い師、78が霊能の,の段階で、78新のだった段階でね、村目線として、1番さんは7番さんを2戦目に見たが、もしあの時点で、霊能進路の中で、7番さんが4番さんに関して、えー、何だろうな、もしかしたら4番さんの相方が霊能で狼が出るかもしれないっていうのが、霊能進路で7番さんがわざわざ、この進路をにおわすかなっていうのが。 僕は視点として合わないかなって感じですね。うん。だから1番さんが黒く見えた。総量叩いた2番さんは白く見えてますね。まあ、ロラするのであれば、占いのシンガーを皆さんにつけてほしいかなと思ってますね。霊能のよりもね、以上ですね。6番のプレイヤーは、発言してください。さいえっと、私は現状で、ね、えー、っと、7級の霊能、 ローラーを進めますね。うん。えっ、ー、と、なんでかって言ったら、やっぱ、さんさんが僕の中ではね、結構、強靭面に案外見えてるんだよね。えっ、ー、と、キューマンさんが、まず、まだ、えっ、ー、と、占い師上してた話しますね。えっ、ー、と、さんさんっていうのは、その場面は僕も普通に78に人狼いるのかなって、やっぱ思ってましたので、そこに、うん、白を打ってきたのかなって印象を持ってるんですよ。うん。わかりますなんとなく。78が例の師上、えー、してた時にね。うん。なので、そこに白を打ってきたさ番さんのちょっと強靭面を、 で、えー、っと、9番さんのその、えー、っと、占い師を確定させようとしたのかなうん。正直、失敗したら何の意味もないなって思ってるんで、9番さんの方行きたいかなって思ってます。まだ、あ、7級意見聞いてですね、えー、っと、追加しよかな。そして、もし、えー、っと、グレーを行きたいっていう方おられたら、えー、っと、もし、そのグレー、えー、っと、1、2、4、6、7から行ってもらって、えー、っと、1人絶対、隠しロを作っていただきたい。 なの俺を隠しろにしていただきたいと思ってます。占い師に関しては。もしグレーをあの詰める盤面が起きた場合ね。うん。それがすごくムラリがあると思ってますので、お願いいたします。それだけね。それだけ残しておきます。まあ、占い師に、まあ、サンマさんまだ発言残ってますので、その話に関してはちょっとついてほしいかなって思ってますよ。うん。って感じですかね。えまあ、7級の意見聞いて、どっちかに言えようと思いますね。僕は。以上です。7番のプレイヤーは発言してください。 今日は、霊能からでいいと思っています。9番さん、太鼓の9番さんに関して、霊能スライドをしたメリット、それからしたタイミングの意図、これを説明していただきたいと思います。私が1週目に4番さんと、えー、霊能の狼が繋がっていて、この後、霊能の狼が出るんじゃないかという発言を受けて、8番さんが出てきた。482狼というふうに9番さんは見て、慌てて、 えー、9番さんは占いに出たっていうのがとても納得がいきますね、うん。私の言った通りの展開になった。まあ、9番さんを中心としたっていう話ですけどね、と思いました。で、えー、1番さんに関して、1番さんは、えっと、グレーを詰めてもいいという話をしていました。うん、2番さんの話だとね、あの、おかしくないっていう話があったと思うんですが、えっと、 この番目になって改めて見てみた場合、5番さん、それから7番の私、で8番さん、で9番さんが出てるわけですよね。1番さんが狼の場合、グレーに2狼いたはずです。なのにもかかわらず、グレーを詰めてもいいという発言が出たっていうのは、この番目になってくれば逆に白目が上がるのではないかと思いますね。 まあただ、8番さんの方が、7番さんに、にえー、と7番さんのえ意見と同じと言っていたのが好印象と言っていましたが、まあ、私の話ちゃんと聞いてたのかなっていう疑問も残っていますが、まあ、盤面的に見ると1番さんは白くなるのかなっていうふうに思っています。ところから、2番さんはまあ、ちょっとスラの前の話だったので、っていうところですね。うん。まあ、4番さん黒いかな。 今日は0ラ。いいやー、村、申し訳ないね。例の確定させたかったんだけどな。4番さん黒いっすか ?4 番さんの、あのー、多分三3番さんの時点で俺がカりすらっしちゃるでしょ。で、9番さんがレーすらっしちゃうでしょ。 俺もね、三番さんの発言ほとんど聞いてない。それ純粋に意見だと思ったし、四番さんの話した、最後に話した、今日は新芽が高い方だと思う占い師を守ってくれっていうのは、四番さん村だからのこその村感情だと思ったんだけどな。う,ーんうん。で、四八狼と見た九番さんが出てきた。うん。でも九番さんがそれでやるなら、四か八かっこいそうだけどなと思ったんだけどな。そこの意見が合わない。 まあ、9番さんの発言聞いて決めるけど、ちょっと7番さんと意見が合わないところがあった。4番さん俺白いと思ったんだけど。ただ8に白出しても仕方ないと思いますけどね。占いに関しては、3番さんって俺に白出してるでしょ ?37 狼だったら3番さん7に白出しそうだよね。うーん。なのに3番さんは俺に白を打ってきた。どうなんだろう。俺に白を出すことによって、色味として俺を釣る場面ではあったかもしれないから、 どううななんだろうな3番さんの占い先っていうのは結局俺が狩りだったことから結果論なんだけど狼だったらねおかしいと思うんだよまず号泣に信教が出てるで、えー、7がんで8が狩りだったらおかしいんだよねあ違う7八で例の例のっておかしいんだよ ゃあ3番さんがその位置で占い出るのかっていう疑問があるんだよ、陣外だったら。という点で3番さんが若干締めに見える。グレーで行くのは4番さんが白いと思ってる。9番さんの発言聞いて7、9決める。7番さんちょっと意見が合わないところがあった。以上。9番のプレイヤーは発言してください。はい。いい締めですね。8番さん進化リードすごいしっかりしててよかったなと思ってる。え結局僕の例のスライド、ムラリしかありません。その説明をそのね、 えまず5番さんが占いで出てる。78がはじめ霊能で出てた。えー、僕霊能ですが占いで出た。えー、この盤面で3番さんまで行って、えー、占いが出なければ僕は霊能すらすることによって、えー、あの盤面のままであれば僕目線78強炉を確定してるんよね。で5番さんの新,、えー、新占いを確定させるという動き。ただここで3番さんが出てきた。えー、3番さん人外ならほぼ出ないと思っています。 だから、これ、3のシーンが透けたと思ってるよ。例えば、三、えー、3番さんが人狼であれば、号泣、心境になってるよね。えー、この盤面で3番さんが、占いに出てくるというのはムラ、えー、人外りがない。なぜかというと、もこの村、霊能がいるから、えー、占い三章盤面。新旧部屋であれば、すごく有利、三章ね。最終日まで行くから。黒がどこかわからないから。ただ、えー、三章盤面にすることによって、 でえー、初日に黒を釣れたら7番さんが霊能がいるからその釣った占い師が白か黒かが出るわけというこの目線でいくと、えー、霊能部屋での三四王は人外不利やからわざわざ三番が三四王盤面を作りに来る人外というのは考えにくいこの視点から三四五の偽が透けたというところかな俺のすらの理由ねだからこの状況において7番偽 三、えー、3番がシーンが、まあ、ほぼ透けているということで、まあ、ほぼ村勝ちじゃないかなと思ってる。僕、シーン決め打ちしてもらっていいよ。僕が人外であれば、えこのコードは必ず人外理がないからね。何一つ、村利しかございません。なんで今日は7つってください。村利の方がないただ7番が、えー、今日なのか、ローなのか、えー、ここについてはちょっと精査がついてない。以上。1番のプレイヤーは、 発言してくださいはい、そうですね。9番さん説明しなくてもね、圧倒的に新名高かったよ、もともと。スライドめちゃめちゃや,るやろうとしてたことの言うとめっちゃ見えたし、7番さんと5番さんって発言捏造しすぎなんだよね。もも3級シで決めて、俺今日5番に入れて、5番の色9番に見てもらおうかなって思ってるよ。うん。 5番さんね、俺を突っ込むときにね、7、8、もし,し、えー、あの時き新郎市だったから、新郎市だったら7番さんそんなムーブしないでしょみたいな感じで言ってたんだけど、いや、7番さん発言してるとき、まだ9番さん、占い仕様してないからね、1周目。5番さん何言ってんのって感じよね。うん。で、しかも7番さんも9番さんに突っ込むときに、なんだっけ、あの、9番さんの、えー、そのし、何、訳すらした意図と、 あと、あの、そのタイミングなんかどうなかな、みたいな言ってたけれども、3番さんが出てきたから9番さんはスライドしただけでしょう。全然突っ込むところじゃなかったけどね。って思ったから、俺も3級死んで決めて曲5番に入れる。<laughs> うん、5番に入れて9番に色見てもらう。決め打ち。決め打つ俺は。もう3級を死んでみる。曲5番に入れる。 相方ラストゴルフどこだろうなうん俺4番白いと思うよで2番さんはただ単に一周目はミスリードしてた村なんだろうなって思うから俺6番かなって思うね6番さんか相方156もしくは67どっちかじゃないかなうんって思うんだけど 2>, 2番のプレイヤーは発言してくださいださい,いやいや1番のその視点は全然村目線じゃない3球決めるって5いく意味がわかんない なんで俺、俺全然9の方が2戦目高いけどね。スライド俺白打つ先間違ってると思うけどね、6番。6番じゃねえや。9番。5に白打って7、8狼見せたかった。意味がわかんない、俺には。俺には全く意味がわかんない。で、4、5がね、番さんいて4番が新目が高い占い師守ってグレー噛まれたらラッキー。8噛まれるに決まってんだろ、これ。意味がわかんない。4番を白く見るって言ったら6番意味わかんない。 えー、どうなんだろう。俺、こんな狼だったら、一番そんなわけわかんない発言しないと思うから、一番こそ、うん、考察間違ってる村だと思ってるお。今日は絶対9番しか行きません。9番に絶対行ってください。でもわかるなぁ。3>, 3番のプレイヤーは、発言したとい、えー、9番うことは結構わかったなっていう感じ。で、こんだけ僕を死んで見てくれるんだったら、5番さんを釣ってもらって、3番新進行してくれると、一番めちゃくちゃありがたいと僕は思っております。 なので僕も5番さんに入れようと思っております。えー、ついてきてくれる人がいると一番ありがたい。で、そうなってくるとグレーの中だったらやっぱり1番さんが白い。で、僕も4番さんは黒くないなと思ってるんですよね。なんで、必然的に残ってる2、6、特に2番さんがやっぱり黒い1残ってるグレー1だと黒い1なのかなっていう印象があります。6番さんに関しては、グレーを詰めるんだったら自分を白にしてくれという発言がありました。 ん人外だったらそんな強気な発言できるのかなもしかはそれ黒が、黒で黒が出された場合はライン戦に持ち込むのかなという印象。ちょっとここはまだわからない位置。えー、とりあえずグレーの中だったら1番さんがすごい白く見えました。で、時点で4と6の白どっちが悩んでる。2番さんがやっぱり怪しいんですよね。そこだけは気になりました。<laughs> えー、で、えー、っと、9番さんに関しては最初のレースラーに関してちょっとよく分からなかったんですが、 えー、よくよく考えたら、僕視点の5番さん2世ですが、5番さん2世に9番さん白もらっていて、その出てくるメリットとかそういうのもないから、あっても強人かなっていう。5番さんが黒で9番さんがあっても強人だと思うので、やっぱり5番さんが黒が一番濃厚だとは僕は思っております。霊能が新居。で、太鼓の5番さん黒。で、まあ相方一はどっかにいるという感じ。 で、盤面的に白く見てもらえるんだったら5番差を釣ってほしい。新進行してもらってグレーを占って詰めていくと進行を取ってほしいです。なので今日は僕は5番差に入れようと思っております。えー、正例のいたい方は例のに入れればいいと思ってもらっ僕は5番差に入れますあ、いい,い,いいよな、さすがに。投票を始めてください。<laughs> ありえんオラじゃないべ 9番のプレイヤーが選ばれました,た9番のプレイヤーは発言してくださいうーん沼村やな俺のやったことが村にしかないっていうのが分からんのかなうんサンーさん出てこなかったらどうしてたのっていう話なんだよ、ね、うん、まあ、とりあえず確実に明日は7つやってくださいね で、7の、えー、例の結果は全体に信用しないようにね。あの、言ってるようにね。このムーブは、俺が人外やったら、首締めてるよ、確実に。狼のね。で、俺に投票してんのが24、2467。2467。うーん。 7番が強人かどうか。うーん。ここのセースはちょっとつかへんね。黒もあると思うし、白もあると思うし、強人ね。う ん難しいな全員が全員をラインを切ってるところと、露骨にラインを繋いでるとこしかないんで、正直ちょっと精査が1246に関してはちょっと難しい部分がある。うん。全員が村目があって、全員が黒要素。どっちとも取れるような発言ばかり。ちょっと難しいね。ここで俺を釣ったっていうことですごいこう、村人への負けを想像しているわ。ファッションだね。 とりあえず7の人外は確定してるんで、俺目線はもう3シーン5にせいで決め打ってもらっていいと思ってるよ。あそこで3が人外陣営であれば出てくる人外理がない。何も。占い3仕様にして首締めてるのは人外の方やからね。という目線で3はシーンしか追ってない、俺は。俺のすらも見えてへんはずやからね。3番目線。うん。というところ。とりあえず7五。 夜があなたは3番さんが出てくることしてたんですかじ,じゃあ逆に言いますけど。今朝目を開けて村人でした。狂人ですよね。 朝が来ました昨夜死んだのは8番1番のプレイヤーは発言してくださいださい,いや昨日9ずりは絶対なかったわ俺97だったら7に入れたらよかったなって思ってるわめっちゃ後悔してる9ずりぐらいだったら7入れたらよかったわ 急ずりは絶対ないよ。9番さんのやろうとしてたことってめちゃめちゃムラりのあることばっかりだったよ。まあ、結果、8が仮度使用したことによってうまくいかなかったけど、仮すらしたからね。でもやろうとしてたことが9番さん人外だったら、リスクしかないからね。うん、で、5番さん俺に来るでしょ、うん、やっぱ5番2世でしょだからやっぱ3進の9審、572世だと思うよ。これ246の中の2人の村陣営のミスだよ、絶対。うん 一人は人狼だろうから、まああれだろうけど。うん。で、三シーンで、三が二にしろでしょだから二番しろでしょやっぱり。だからミスリードしてる村なんだって、二番さんは。やる、九番さんの視点に立って考えてみたら、九番さんもやろうとしてることが、自分がもし人外だったら、リスクしかないっていうことを気づくと思うけどね。うん。だ七にせだろう、多分。まあ、ワンチャン九人外だったら、もう本当に、これはもう、俺はもう、猛烈で分を攻めるわっていうぐらい <laughs>、九番さんの方を死んでみてるよ。 うん、5人狼だろうな、多分で、7狂人。相方は4、6、どっちか。うん。でも、俺は6番の方がちょっと高いかな。うん。相方位置があるんだとしたら。4番さんはね、特に白いってわけではないんだけれども。なんだろう。うん。4番さんが人狼だった場合の相方が、5番さん、もしくは7番さんっていうとあんまり見えないっていう、そこだけだね。うん。日本語はあるのかな。うーん。 4番さんどう思ってるのか聞きたいね。57、357の内けもう一回聞きたい。うん。まあでも、三振で5が人狼、7強人だと思ってるから、俺は5番に行きたいけどね、もの猛烈に。ただ、村の安定で多分7ずりでしょう。うん。でいう、7番にやれれば。2>, 2番のプレイヤーは発言してください。さい,いや、絶対に7なんか釣らないよ。 絶対7なんか釣らない。9番さんは 3, 3人外だったら3使用場面にする人外理がないって言ったんだよ。すらがあった場合、真に見られるのが理だよ、これが。うんうん、9、1、そればっかり言って5。5をずっと二千二千もう1番目すんは5を2確定でしょ、うん。俺は絶対に7番は釣らない。えー、えこんだけ俺と1番意見違うんだから一番人外なのかな。 わかんない。三が人外だったら、おそらく霊能で神教でしょ。で、占いで神、ん神老でしょ。三、う、が、ん、狼だったら、俺に黒打つんじゃねえかなと思うんだよね。うんで、五爆もある。俺、普通に1行きたいんだけど、ダメかな。俺、絶対9番で連れてるからさ。絶対9番で連れてる。俺は1番に行く。うん3番。 のプレイヤーは発言してください、ねえー、と3番シーンで見てくれて、五番もあるっていう二番さん、二番さん白出てるんですが、五番もあるっていうことだったらえ、3シーンで決めるって5番を釣ってください。二番さんは白です。よく考えてください。2番さん白で、そうすると、僕視点は四六、ね、のどっちかに黒。五番さんが黒で、一番さんに黒がっするとは思え,思えてません。なんで、五一のラインはないと思っています。 で、必要に考えたら7、79、どっちか、心境、心労、あ、心境。で、5番さんが黒で仮定したんだったら、相方は4、6、どちらかにいると思っております。安定進行で7でもいいですが、2番さん、僕を死んで、その5番さんが、5爆っていうか言ってるんですが、5爆っていうことだったら、5番さんが偽だった場合、今日、今日で送ったわけじゃないですか。うん、それって、え、それで7番さんして7番さん死んで送んだったら、9番さん、狂人なんですよ。そうすると、僕視点は5番さん黒なんで、5番さんに行ってほしいと追加しますね。 うん。さすがに黒が校ではないと思うんですね。さすがにないんで。で、2番さんも言った通り、僕がチンだとて2番さんに黒打てる、えー、余裕があります。8番さんカリオ出ていますし、他の役職全部出てません。2番さん普通白でした。2>, 2番さん白なんです。そうすると5番さん黒、えー。4、六のどっちかに相方うん。そこが分かってない。1番さんが6の恋濃いと言ってたんですが、 僕も若干4番さんが白いような印象もあるんですが、6番さんにも白要素があるので、うーん、そう、人外だったら自分をどっちも占って確証にしてくれって発言出んのかなっていうのが若干ある。安定して7でもいいですが、5か五番さん言ってほしいと思っております。そこは村の意見、他の45、46の意見聞いて、まあ、5番さん人外なんで四六どう 意見を聞いて決めます2番さん、白です。で、1番さん、さすがに5黒で1囲いはないと思うんで、1番さんも白で置きます。4番のプレイヤーは発言してください。さい次、ぜひ3番さんには1番さん占ってほしいですね。全然私、1黒あると思うな。黒黒囲いあると思う。6番さんが確かに昨日、えー、俺を占っててめちゃめちゃ言ってた。 うん、それ確かになんかちょっと村,村っぽく感じたんだよねで。今日は7番さん釣りません。9番さんの動きが完全に人外だと思ってる。1番さんが全然本当合わないんだよね。それ2番さんも言ってたけど。それだからもう7番をんで決め打って、うんとね、7に色を見てほしいから5番さん釣ってもいい,といいかなと思ってるんだよね。これでいいでしょうか。うんでもバッツリ押すのか。 でね、一番さんって昨日なんかごずりをしてたじゃん。なんかあれがやっけに逆にめちゃめちゃ黒,黒く感じたんだよね。まあ、普通、なんだろう。占いに狼が出てるから、えー、相方を釣り殺そうなんてしないって思うのを裏手に取ってんじゃねえかな、みたいな。なんだ、あそこで。だって9で、 おかしいんだよ。3番さんを死んで決め打ってるんだったら、それこそ私が最初に言ったグレー詰めていいんだよ。グレー詰めて、次の日5番すれば、3番さんの占い値ってめちゃめちゃ減るんだよ。減るし、狩リドも出てるし、だから、えっ、ー、と、わかるかななのに5にわざわざ行こうとする1番さんが黒く感じたわ。うん。なんで、であなたもお釣りがいいかなって思ってる。 今日は五番さんに入れようと思ってます。ええ。が噛まれたら、もうそれこそ、色見て欲しくなかったんだって思うんで。昨日の話かな。うん、それでいいかな。しああ、いや、むずいな、ちょっと待ってよ。でも、だって、三番さんが真の場合って。にしの。うん、でも、一黒と思うんだよね。だから、一番それをとりあえず占うとして、一に白が出た場合は、私目線六なんだけど。まだ六の黒要素なんて、拾ってません。五番。 4番さんは1号の黒黒囲い、逆囲いを見るのであれば1番さん入れましょうよ。1黒です。うん、おそらく31ローローだと思っています。31という2票、人外票が5に入ってるからね。1番さんの言っていることっておかしくて、3番さんが3周目に出る意味ないと9番さんに乗っかって3を新目に上げているが、3番さんはローだと思っている。そして3番さんがローであるならば、普通にスライドって見えるんですよね。 7、8が霊のに出ている、9、5が占い師に出ていた段階で、三馬さんがローであるならば普通に、2人でいいえですよ後々残しておくと厄介さというのもあるし。であの段階で、2人の真がいる、そして2人の人外がいる、4人使用している中で、三馬さんが人狼であるならば、普通にスライドが見えているんですよ。相方が入っていないので、えー、普通の内訳として、真と真と強人。 そしてもう一人の相方であるが、三番さんがローであるならば、普通にスライドは見えているんですよね。そこで何だか三番さんが回最後に出てきたから、新名というわけのわからない論を展開して一番さんと三番さんの表が語彙に入っているんですよね。そして一番さんが昨日、熱造したと言っていたがおかしいんですよ、ね。あの番目、えー、初週の最初の発言ですね。 号泣が占いし、お互いに白を出し合っている段階、78が霊能に出ていた。78が進路の段階で、1番さんは7を2攻めと言っているが、7番さんっていうのは対抗が狼で出るかもしれないということを言ってるんですよ。7番さんが狼でわざわざ霊能進路を見せる発言をするのかなと僕は言いたかった。そこで1番さんは何か捏造してると言われたが、それはおかしい。そして1番さんは78進路だった段階でね、ブレーツっていうのは明らかに。 プレイヤーとっても神秘高くなったなぁ。えっと、5番3で行っときますね。分かってると思いますけど、5番3目線っていうのは、もう1が黒で、246っていうのは白ってこと分かっていただいてますよね。うん。で、えー、っと、僕は正直ね、えっ、ー、と、今日は5番3でいいかなって思ってますね。なんでかって言ったら、えー、っとね、 一番さん、やっぱりその、七番さんも言ってたと思うんだけど、あれの位置で、あの、グレーズネはやっぱできんよ、普通に考えてって思ってる。それが一つ。うん、一番さんの村要素。で、えっ、ー、と、九番さんに関して、なんで俺九番さんに言いたかって、やっぱりね、その、九番さんのことを、最終的には強人を消してしまった。うん。えー、コロコロ変わるんだけどね。うん。えー、なんでかって、やっぱ、その、人狼が三号どっちかで出てて、やっぱ九はどっちか行ったら、強人の方に、強人じゃない、えっ、ー、の,の方に、やっぱり、 いいきたたののかなっていうそうそう意見持ちましたので、は強置きしますでえっと、3番さんに1番を占ってほしい。意味が分かりませんね。うん。俺なら4番さんを占ってほしいっていうね。完全に。うん。だって3番目線だって1号なんか終えることも普通に言ってたと思うけど。うん。で、えっ、ー、と、2番さんのすり寄りで1に行けたら1に行きたいなみたいな意見を持ってたと思うんだけど。うん。なので俺は3番さんに四4番さん絶対占ってほしいと思ってますね。うん,うん。 って感じですね。まあ、あ7万さんがもし変な発言した場合だったら7万に行くっていう、能性はちょっと僕は残してるっていうだけは伝えますね、それだけは。うん。えー、っと、5番さんに行っても全然 PB はいや、起きるか。起きるか。うん、だ3、1、6、7強はあるからな、普通に三3目線1号 1> って感じですかね。まあ、万3の件が一番大事かな。うん。 現状5番に入れること思ってますね。1番が知ることによって。うん。以上です。7番のプレイヤーは発言してください。一応説明しておきます。私の、えー、私を死んで君打ってほしいという要素ですね。うん。9番さんは3番さんが出てきたからスライドしたって言っていましたが、じゃあ3番さん出てこなかったらどうしてたんですかそれを聞きたかった。うん。だけど3番さん出てきたらそれはスライドするでしょって。 言ってましたよねだ,だってスライドしたら87の強えっとなんだが分かるからって言ってましたけどいやいやだってあなたの場面場面で霊能出てもあの今日、えっと、は確定でしょスライドをしようとしたのはよく分からない2番さんも言ってた通り、えっと、スライドするにしても5番さんに白を出して占い心境を考えさせるメリットはよく分からない えー、っていうのと、えっ、ー、と、あとは、えっ、ー、と、あとはもうグレー考察がなかったよね。ひたすらなんか5を2せ5をしか言わなかった。真ならもっとグレーの考察をしてもよかったと思った。えっ、ー、と、1番さんが言ってたんだけど、9番さんが人外だったらスライドはリスク高いって言ってましたけど、いや、逆でしょ。真だったらなおさらリスク高いでしょ。 あんな盤面でもし3番さん出てこなかったらどうしてたんですかうん。3人出てて後からやっぱりスライドです。それ信用されるわけないでしょっていうところね。まあ、この辺にしとこうかな。まあ、今日は私のシーンを決め打ってほしい。で、1か5だね。うーん、そうね。5番さん、まあ6番さん、まあ、5番さんの意見聞いてなるほどとは思わなかったのかな。 5番さんは、えっと、3番さんが狼だったら、えっと、22展開。3番さんに回ってくるまでに22展開になってて、狼出てないことは分かってたから別に新要素はないって言ってたんだよね。うんまあ、とりあえず今日は偽物確実に連れてるから、1番さん連れていいと思ってる。1番さんに投票する。投票を始めてください。ありえん。オラじゃないべ。標準使用するか。テンプレ。 一番のプレイヤーが選ばれました。一番のプレイヤーは 発言してください。さい,いやー、この村、沼すぎるわ、マジで。てか、2番さん、沼すぎる。マジで。アホやろ、マジで。何やってんの ?7 番さん、よく死んで決め撃てるね、あの発言聞いて。びっくりするわ。7番さんは、1番さんから行きたいって言ったんだよ。7番さん目線、9で人外連れてるんだったら、占いしろらする意味でも、5番さんから行くっていう発言になるでしょ。なんで1番さんからってなるんだよ。 9番さんのやろうとしてたことが、3番さんが出てこなかったらどうしてたのって7番さん言ってたけど、3番さん出てこなかったら5番さん死んで確定できたんでしょ ?9 番さん目線。そのためのスライドでしょ ?3 番さん出てきたから5番さん確定できなくなって、かつ3番さんの発言と出方的に3番さんの死ん目が高かったんだよ。わからないかな、2番さんは。うん、仕方がないね。圧倒的に3進九進の盤面だったけど、みんなにはわからなかったみたいだ。俺と9番さんが、 ムラ志向すぎてみんなが追いつけなかったと思ってる以上夜が来ました目を閉じてください軽動車は目を開けてくれたじゃ黒っていうか あ三番三振かピーピートラップいやいや噛まれないでしょだって強進仕様決まりましたよこれ噛まれないでしょ5の相方やっぱ6かな 五六かな。朝が来ました。さっき。七 <laughs> 番。二番。決まりませんでした。のプレイヤーは発言してください。わかるかい、一番さん、君がアンポンタンだったんだよ、一番さん。 7の真の例のは透けてたでしょ。PP、8、9しかいない時代、PP だったら、狂人で PP だったら、もう言ってるでしょ、自分の発言で。狂人使用したことの意味は噛まれないため。だが、狼が頭良かった。だから7番を噛んだ。どう一番さんこれが本物の名探偵だよ。で、狼わかんねえ。で、狼は分からん。<laughs> えー、普通に考えたら、 7番さわかんだ。1番んの色を見られたくない3番さんっていうのが普通だよね。うん。っていうことは3番さん目線 ?5、6、黒ってこと ?3、4、白。4、白でね。5、6、黒ってことうーん。わかんねえ。4、3生きてよ <laughs> 3番。<laughs> の3行いのか。ま黒してもらいます。まず、見てください。5番さんの占い、3黒ですよ。二番3、五番さんして、2番さんもグレー、4番さんもグレー、6番さんもグレーなのにも関わらず3、3、三黒言ってるんですよ、このシーンで見れますか。よく考え直してください。2番さんも4番さんも白です。 で、僕して、ね、最大5、6、黒。5、6、黒で7キのどちらかに同時もしか5、1、黒の逆角、4、番さんが言ってたことですね。これのどちらかしかありません。なので、絶対に人間な五5番さんに今日は入れてください。がよく考えてや占いなら3番黒なんで、ここで出しますか。2番さん、4番さん、6番さん、5番さんして全員、あてか、あれかいいのか。すいません。なんでもなかったです。4、5番さんは1、黒出てんのか。 そうそうそう。ここは、すいません。<あ>それは勘違いしました。でも、僕視点なおが足りません。僕視点は、6番さんが黒の可能性もあるので、申し訳なかった。今、今の熱くなってましたが、い関係なかったです。えっ、ー、と、僕視点は、5、6黒が最大一応あります。でも、6番さんが黒っぽくないのもあるんですよね。うん。うん。いやー、ちょっと今のはすいません。間違えたんですが、いやー、これ、1番さんで落ちてないと思うんだよなさすがに。 4番さんが言った通り、1、五1の逆過去いないと思うんで、5、6、黒なんじゃないのかなぁ。僕視点は別に4番さんにも二番さんにも黒を出せました。二番さんよく考えてください。僕って昨日2番さんに黒出せたタイミングなんです。あんだけ番2番さんにヘイトを向けてました。僕は初日から1番さん白っぽい、2>, うんね、2番さん黒っぽい、4、六は同列で、若干4番さんのが白っぽいって発言をしていました。 2番さんに別に黒を打てるタイミングでした。それでも黒打ってません。そこで新要素捉えてほしい。5番さん行ってください。4番さんも二番さんも白です。4番のプレイヤーはー発言していきたいいやちょっと3番さんに行こうかな。いや、私多分これで5番さんつっても、明日三と六の、あれでしょ。も3番さんに入れるもん。 まあ、そうなんだよね。日だから今日、5番さんの説明れよかなって思うんだよ。五番さんの昨日の話が <laughs>、めちゃめちゃ、そう3番さんを死んで昨日置いてて、5、1、かっこいいかっこいいって言ってたのは、やっぱ、その、なんだろう、3番目に使用したってことだけで、なんか3番さんをんで見てしまっていて、でも5番さんの説明で、あ、そうだよねと思って、普通に、しかも知識の5番さんに入れるって言ってて。 確かにまあ一番さんに入れればいい話だったと思うので、でも6番さんって昨日私がその5に入れようって言ってて、票<日>が5番さんに集まるかもしれないけど、さらに6番さん5番さんに入れてんだよね。1票差で釣られちゃってんだよ。だから6番さん白いと思うからやっぱ3番さんしかないと思う以上。5番のプレイヤーは発言してください。はいや、ま,あ、また無理だな。朗々でしょ、当ると思います。 僕視点で。二番さんから出てほしかったね。五つで四つで見えている。あ、でも一応四番さん分かってるのはもう村なんですよね。三番さんが僕になんで三なったの?。熱く言って言いましたが、おかしいんですよね。<laughs> 僕は1の黒が見えていた。あの段階で僕視点っていうのは。三番さんが確定で、人外、7級に1人外、それ以外は全員村人です。三番さんの僕への殴りっていうのは明らかにか。まあ、でも一番さん釣るしかなかったですよね。大丈で,ですかね。 さんまさんは6白もあるとなんか途中で言っていたが5一の黒黒囲い見るのかなと思うんですけどね。はい。さんさんで言ってください。三番さんの僕殴りっていうのは明らかにおかしいです。1黒見えている時点で246はもう村人なんです、ね。それぐらいかな。うん。まあこれだけ言えばわかると思います。まあ上手だったね。 あ,あ,あと3 3時、3番さん点5 6黒になるなあれば、昨日6番さんは僕に強烈なライン切りしてるということですかね。うんまあ、3番さん投票で大丈夫です。終わります。6番のプレイヤーは発言してください。さいはい、まあそうですね。本当七7番さんが噛まれた理由って、やっぱ1番さんが普通に黒でいう。 結果が出されたくないだけだと思ってますので普通に3番さん僕は入れようと思いますねうんで僕目線は3番さんが終わらなかったら5番さん入れるだけなんでそれだけですねただうんはい3番さん入れます投票を始めてくださいうーんこれは厳しいか4番さんももう入れるって言っちゃってるしな4番さんしたいかな3番 のプレイヤーが選ば,ー選ばれました。ゲーム終了。人狼の勝ちです。アニマンさん五番投票するか。まあ、安定進行大正解なんだよな。 いやー、どうですかね反省点ありますかねなんか。まあ、新名は取れてはいましたよねもうすげえ、生きてんねえ。生きてんねえ !5、6クロス切ったぞ、6、6、6、6、6、6、6、6、6、6、6、 そうですね。やっぱ5番さん釣るべきでしたかね。えでも結局こうやって例の決め打ちになった時って黒出たところでかつその人に黒があり得る場合ってでもそこを釣るのは安定ですよね。例の決め打ってる時点で一陣外釣れてるから。でも5番さん釣ったところでだな五5番さん釣り。 で3番四4白。で3番釣りで1六ああどっちみち1番さん釣れてたよな届かなかったですよね。うんー9への原型が多すぎたまあ確かにいれいらなかったですね。 まあ思った以上に僕のことを真で決めてくれる人が多かったんでもうちょっと優先順位つけていってもよかったかなうーんまあ上手でしたね、まあ、6番さんもそんな特段黒かったわけでもなかったしうーん 6番はそうですね6番さん5番さんずりをしてたからそこも上手でしたねそうですね1番さんすごい目立ってたから6番さんが5番さん入れてるのも上手でしたねなんかもうちょっとは変えた方が良かった発言とかありますかね まあ5番さんの偽要素言ってたことはまともでしたしねセンターなんでそんなキャラになってるの前はオラオラだったじゃん生きてたからね僕は、うん、調子乗ってたから ちょっとね、こう謙虚に行こうと思って。気持ち新たに。上手い人ね、とても増えてるんでね。あの、生きったら本当にね、盲目になっちゃうんで、そう。進化できないんですよ。生きるのも大事ですけど。そう。時代は常にね、変化してるから。適応していかないとね。成長したいんですよ、僕は。